んだあいつらは。山賊かしらね。私だってやるときはやるんだから。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。待ってろよ、今助けるからな。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。
ちょっとワクワクしてきたぞ。覚悟しろ。竜巻。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。準備 OK だ。やらせねえ。すぐ行く。そこをどけ。たちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーボルト連発。よし、行くぞ。邪魔だ。じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。やらせねえ。すぐ行く。邪魔だ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。やるか。竜巻。まだだだ。やるじゃねえか。サンダーボルト。Oh!
ってやるぜ。私の出番ね。あいつ嫌な場所にいるな。構わねえ、倒して通るぞ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。修行にはちょうどいいな。一刀流、いよい、シッソンソン。まだだ。あいつの弱点はどこだ。これで元気になるぞ。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。やってやろうじゃない。サンダーボルト。いつでもいいぞ。刀の鍵にしてやる。山賊がいるのね。俺がぶっ飛ばしてやる。いつでもいいぞ。
丈夫かリム。この辺で一回休んでいくか。平気よ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。竜巻！ここ。怪我は俺が治してやるぞ。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。うわ！刀がうずく。行くぞ。よし。やってやるぜ。
った飯食いしん坊ね待ってろすぐに作ってやるレインベースまでもう少しねもうすぐビビに会えるなでも俺たちの姿を見てビビ驚かないかなそうだなみんなこの2年でいろいろ成長したからな服装もあの頃と随分違ってるしそれなら心配はないわメモリアの人たちの目にはあの頃の姿に見えるはずよ人で亡くなってるなんてことがない限りはね俺は元からトナカイだどうしたアナミ今竜巻が砂漠の南の方に抜けていったわ砂漠だし竜巻の一つもあるだろ今は竜巻が起こるような気象状態じゃないのよクロコダイルの技ね南にある反乱軍の本拠地ユバが目標よユバってビビちゃんと言った町かクロコダイルは反乱軍を追い込む目的でユバに砂嵐を送り込んでいたわだからオアシスだったユバがあんな風に砂に埋もれていたのねひでえことしやがる大丈夫だおっさんは砂になんか負けねえユバそこに知り合いがいるのこれから会いに行くビビの知り合いよ砂に埋もれたオアシスをずっと掘り続けている人なのビビはその人をその人と同じようにクロコダイルに苦しめられている人々を必死で救おうとしているのビビちゃんは何でも一人で背負い込もうとしまうからな放っておくとワニの野郎に殺されちまうだがそんなこと俺がさせねえそうねたとえここが作られた世界だろうと私たちはビビに力を貸すわ何があろうと必ずああビビは仲間だからなでもビビは無茶をするから早く合流しねえとそうだな仲間お腕が鳴るなさあ食え。任せとけ。
けるか。でもいいぞ。やらせねえ。すぐ行く。刀の髪にしてやる。準備はできてるぞ。待ってろよ。今助けるからな。やったびっくりした。なんだって急に襲ってきたんだ。骨を踏んだ音で目を覚ましたみたいね。音に反応するってことか。意外に寝起きはいいじゃねえか。骨はあちこち散らばってる。注意して進むぞ。いつでもいいぞ。行くぞ。一刀流、いよい、シッソンソン。舐めないでね。こう見えて、中に、行くわよ。サイクロンテンポ。みんなで力を合わせるんだ。待ってろよ。今助けるからな。いや待て、お前はあの危なそうなトカゲが目に入らねえのか。周囲は骨だらけだ。万が一起こしちまったら俺たちも食われるかもしれねえ。すげえ、かっこいいなあのトカゲ。起こしてみるか。やめろ。それじゃあそーっとお宝を取りに行くわよ。いやだからやめとけって。
っ飛ばしてやる。待ってろ、今行く。くっ、行くわよ、サイクロンテンポ。よし、行くか。やらせねえ、すぐ行く。邪魔だ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けね。待ってろよ、今助けるからな。行けるか。ゴムゴムのブレッド！きっちり型をつけるとするか。一刀流、いよい、シッソンソン。サンダーボルト。強くても山じゃねえけどな。前は岩山か。迂回していくしかないわね。ここ降りたら東に進みましょう。あとはどう進むんだ。ひとまず下に降りましょうか。やってやるぜ。あたしの出番ね。俺がぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。まだだ。肩慣らしといくか。サンダーボルト、テンポ！
喉乾いちゃった。少し強く。よし。お前ら遅れるんじゃねえぞ。足手まといにはならねえ。みんなの力になるんだ。私の番のようね。ドスフルール。腕が鳴るぜ。俺の方はいつでもいいぞ。そっちか。竜巻。まだだ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。あら、行ってしまったわね。うおー、クソジジイの蹴りに近づいたか。危険な天候にご注意ください。刀がうずく。竜巻。まだだだ。いやな。トレインタフルー。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。面白くなってきたわね。
ドスフルール。グロック。覚悟しろよ。さてと、次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。まだだ。これだ。いつでもいいぞ。竜巻。ナミさん、下に着いたが、ここからは？そうね。そうね。進むなら、東ね。地面に荷車の車輪の跡がついているみたいだから、それに沿って進みましょう。私の出番ね。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。覚悟しろよ。ゴムゴムのブレッド。あなたたちの相手は私よ。これでどうか。俺の方はいつでもいいぞ。私の出番ね。
な。ここまで結構時間がかかってるけど。俺に任せろ。ビビ、今頃どうしてるかな。そういや、レイン。うほー。よかった。うわ。は？え。はあ。なに？もう。お前。うん。もう。なんだと？ああ。え。いいわ、任せて。ドスフルール。グロップ。まだだ。さあ、喧嘩だ。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻。まだ。よいしょっと。サンダーボルト。修行邪魔だ。大門。にしし。おい。よかった。ウォ。おいおい。まあ。ママ。どういうこと？お。あ。あ。おい、大丈夫か。わ。な。まずいわ。お。そうか。はあ。そういや、レインベースにいるかもしれないんだ。そういや、レインベースにいるかもしれないんだったな。そうね。一人で無茶をしていなきゃいいけど。ビビちゃん、今行くから待っててね。でかい岩の割れ目だな。俺の方はいつでもいいぞ。やらせねえ。すぐ行く。そこをどけ。やる
ぞ。ゴムゴムのブレッド。あたしの番ね。行くわよ。サイクロンクレッパ。あなたたちの相手は私よ。今行くわ。覚悟しろよ。待ってろ、今行く。邪魔だ。俺の出番か。一刀流、いよい、シッソンソン。天候の変化にご注意。行くわよ、サイクロンテンポ。ナミ、ありがとう。勘弁してくれよ。やっと岩山を乗り越えたってのに。移動性の流砂のようね。規模からして砂の流れる力は桁外れに大きいはずよ。自力で渡ろうなんて考えない方がいいわ。困ったわね。これじゃレインベースに向かえないわ。ビビ大丈夫かな。とりあえずもう少し北へ向かいましょう。でもいいぞ。一刀流、いよい、シッソンソン。
邪魔するなら容赦しないわよ。トレインタフルール。おいおい、ダメに決まってるでしょ。チョッパー、うん、わかった。なに、はあ、おサンジ、ルフィ、よし、やるか。わかった。よし。
ミーズ。ちょっとルフィ、勝手に行かないでよ。あ、なんだお前。なんだったんだありゃ。どっか行っちまった。あー、ない、私のへそくりがない。まさか今のすれ違いざまにすったの。信じられない。どうするルフィ、追うか。水飲んでからでいいんじゃねえか。いいわけないでしょ。すぐ追うわよ。私はここで待ってるわ。なんだよ、リムだけ水飲むつもりだろ。違う、私がいるとエイサーは余計に逃げるから。なんか事情があんのか。それは、ううん、私にもよくわからないの。とにかくさっき財布を奪ったのはヨイサーという生き物よ。彼らは優しくて弱い。だからこういう悪いことはしないはずなんだけど。だが財布をすったぜ。そうね、まるでエイサーみたいだった。エイサーはヨイサーと外見が似ているけど、とっても乱暴で人に危害を加えることもあるから。もうヨイサーでもエイサーでもどっちだっていいわよ。とにかくさっきのやつすぐに追いかけるわよ。俺に任せろ。何何？悪かった。言われた通りしないといじめられる。いじめられる？誰に？エイサーたちに。って言って、うわっ、 なんだこいつら。おい、金持ってきたか。何人間と話してんだ。そいつらから金取ったのか。同じ仲間じゃねえのか。こいつらは違う。何が違う。同じだ。いじめてやる、その人間と一緒に。いいぞ、相手になってやる。へそくり返してもらうからね。準備 OK だ。一刀流、いよい、シッソンソン。あなたたち、カトレインタフルール。
行くわよ、サイクロンケンポ。あ、さっさと目的を済ませて涼しいとこに避難しましょう。ありがとう、助かったよ。自分でやり返してもよかったんじゃねえか。今度は頑張ってみる。え、何？お礼がしたい。どこか行きたい場所はあるかって。何？どうするの？俺たちは道に詳しい。あんたたちを迷わず目的地に連れて行ける。そいつは本気で助かるな。うちには迷子になりっぱなしのやつが多い。まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ？こいつ。行きたい場所を言ってくれれば案内するって言ってるぞ。そうね。じゃあさっきのオアシスまでお願いしようかしら。いっさ。いっさ。ありがとう。さすがに道に詳しいってだけあるわね。なあ、他の時も頼みたいくらいだぜ。いっさ。え、本当にいいのか。何？どうかしたの？この看板があるところでよければ、呼んでくれればいつでも案内するって言ってるんだ。ヨイサーは義理がたい、きっと役に立つだってよ。本当に？それじゃあ機会があれば手伝ってもらおうかしら。任せとけ。無事取り戻せたみたいね。うん、もうバッチリよ。そう、よかったわね。あ、リム、お前先に水飲んだだろ。飲んでないわ、ちょっとしか。はあ、別にいいじゃない。それより早くオアシスに入ってこの先のルートについて確認しないと。いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。水が飲める。水。ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか？あの荷馬車、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナ？じゃああの流砂を渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別のルートを見つけて。それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あの流砂を越えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。それ、最高の情報だわ。どうも。でも、洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディ砂漠でも滅多にお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。ご心配なく、うちには腕の立つ仲間がいるから。見ろ、キャンプにもってこいの場所があるぞ。
もんがあるじゃねえか。よし、飯だ飯。そうね。さてと、行くか。よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。遅れるんじゃねえぞ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流奥義、三千世界。やってやるか。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻。
抵抗すると痛い耳トレインタフルール。さて先に進みましょう。姿勢が良さそうね。竜巻！まだだ！まだ！まだ！これだ！あなたたち、覚悟はいいかしら？トレインタフルール！行ってし、俺は、よし。みんな行くぞ。ここは天国ね。あ、ここにもヨイサーの看板があるぞ。面倒だから下に落ちんじゃねえぞ。まずい状況ね。刀がうずく。三刀流奥義三千世界。注意ください。サンダーボルト点火。私の出番かしら。トレインタフルール。
前が相手か。よし来い。よし行くぞ。ゴムゴムのピスト。あんたたちなんかお呼びじゃないの。サンダーボルト。やってくれたわね。やらせねえ。すぐ行く。これからどうだ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと。もっと強くなるぞ。やったいくわよ。ドスフルール。グラップ。これからだ。あ、面白い。やってみろよ。俺の方はいつでもいいぞ。やらせねえ。すぐ行く。やるな。やば。勝負だ。ゴムゴムのブレッド。行くわよ。サンダーボルト。ゲット。私の出番かしら。今行こう。ゴーカス。そうだな。そうね。
おかしいだろ。邪魔よ。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻！行くわよ。抜くなよ。おいこい、お前ら遅れるんじゃねえぞ。いつでもいいぞ。くれるんじゃねえぞ。私サンダーボルト。あら、行ってしまったわね。
サンダーボルト先行。なん、ありが。ルフィ、上見て、上。草があるわ。私のものってことでいいわよね。いや、いいわけねえだろ。じゃないわね。うん、どう見てもサソリだぞ。行くなら右か。いや、そっちは左な。さて、行きましょう。あた、まず、あなたたち、覚悟はいいかしら？トレインタフルール！さあ、喧嘩だ！海の一流国は技も俺が万能薬に。
肩慣らしといくか。刀の髪にしてやる。金よ。すぐに黙らせてあげるわ。トレインタフルール。私の番ね。行くわよ。サイクロンテンポ。これはま邪魔だ。今の力を試すにはうってつけだな。あたし一人じゃ。さあ、喧嘩だ。サンダーボルト。
行くぞ、ゾロチョッパー。おい、トラ黒天ウソップ、やれ。おドスフルール。グラップ。こうすると痛い目見るわよ。ドスフルール。グラップ。アラバス。目指すわ。あの動物パンダっていうのね。初めて見たわ。じゃあやってやるか。すぐに黙らせてあげるわ。サンダーボルト。刀がうずき竜巻。やるぞ、ゴムゴムのピストル。行くわよ。できっ。飯だ飯。お、腕が鳴るな。
さあ食え。さあ食え。ワニは？よっ。あら、威勢が良さそうね。さて、どうしましょうか。サンダーボルト！準備 OK だ。三刀流奥義参戦世界。私たちは進まなくちゃいけない。トレインタフルール。
っ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。まだまだ刀がうずき。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、ゾロ黒天イサップ。やれ、おーファイナー。行くわよ、サイクロンテンポ。手強いわね。みんな気をつけて。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパ。おう、こいつ強えな。ゴムゴムのバズーカ。よし、行くか。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、ゾロ黒天イサップ。やれ、おーいやー、ファイナー。サンダーボルト準備はできてるぞ。行く。トレインタフルール。こいつ強えな。ゴムゴムのブレッド。なんで私なのよ。私に任せて。へい。変じゃねえよ。よくも俺の子分をって。あいつすげえ怒ってるぞ。おい、ルフィ、先に言っとくけど、ここは洞窟の中なんだからやりすぎるなよ。よーし、あいつ思いっきりぶっ飛ばすか。話を聞け。ゴムのブレッド。俺の方はいつでもいいぞ。行くぞ、ゾロチョッパー。おい、ゾロ黒天イサップ。やれ、おー
これは気を抜けなそうな相手ね。サンジ、これいただくわ。することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。砂漠を抜ける手立てがなくなっちまったな。困ったわね。こうなると流砂を越える方法を考えないと。崩れてきた岩、なんとかなんねえのか。早くここを出ましょう。崩落が起きるとみんな生き埋めになってしまうわ。こめまったくもう、あんたは加減ってもお悪い。本当に悪いと思ってる？
ここ。見て、向こう側に人がいるわ。俺は化け物、強いんだ！いつでもいいぞ。竜巻！あなたたち、覚悟、トレインタフルール！今のあなたは私より小さいわ。そうだけど。洞窟は通れなくなっちゃったし、別の抜け道を探すか。もう一度さっきの正体の人たちに聞いてみる？おい、橋のところに何かいるぞ。ありゃトカゲの口から出てきたカニじゃねえか。コガニ。そんな名前だったのかよ。見たまんまだな。あいつならもしかして抜け道も知ってるんじゃないかな。Thank you.
よし。待て待て、おめえが仕切るとたどり着かねえ。んだとこら、クソコック。喧嘩してないで行くわよ。オアシスから南東の龍砂の機種に向かいましょう。龍砂を超えりゃ次はいよいよレインベースか。ええ、そしてカジノレインディナーズに行けばクロコダイルがいるはずよ。やってやるぜ、クロカット。よし、待ってろよワニ。バカ野郎、その前にビビちゃんの安全を確認するのが先だろ。来るよ。さてと、行くか。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。気をつけろ。
準備 OK だ。三刀流奥義三千世界。やるじゃねえか。ゴムゴムのガトリング。サンダーボルト先鋒。どうすれば。おう。ああ、待て待て。くそ。ドラもらって大丈夫よ。ドスフルール。グロップ。まだだ。サンダーボルト。これからだ。三刀流奥義三千世界。まだだ。くさ。行くぞ。やるじゃねえか。まずは飯だ。俺が相手だ。ゴムゴムのブレット。体が。行くわよ。
抜かねえ。トレインタフルール。覚悟しろ。一刀流、いよい、シッソンソン。次はこいつだ。ゴムゴムのブレッド。天候の科学、とくとご覧あれ。任せて。おかしいだろ、あ？おいおい、さてと、行くか。